皆様明けましておめでとうございます。東京工業大学の奈良林です。今日はですね、新年ですので少し未来の明るい話をしたいというふうに思います。今私が所属している東京工業大学ですけども、多くの先生方と、そして、多くの企業、100社を超える企業がですね、グリーントランスエネルギートランスフォーメーションイニシアチブ、GXI という、そういう組織を作って活発な活動が開始されています。特にそのエネルギーですけども、電力で使われるその一次エネルギーですね、これの比率は 25% で、残りの 75% のエネルギーの脱炭素化をどう進めるかということがございます。この75% の部分には車の燃料、それから家庭の暖房、産業界で大量に使われるエネルギー、主にその熱エネルギーですね、化学プラント、それから製鉄ですね、鉄鋼産業があります。そして紙パルプ、食品、膨大なその企業活動の中でこういったエネルギーが必要とされていて、今主に石油あるいは天然ガス、石炭といった、これは化石燃料というふうに呼ばれていますが、この化石燃料から、二酸化炭素を排出しない、そういうその仕組みを作らなきゃいけません。これを2050年までに、日本は実現するということで、菅首相の時代にですね、この2050年カーボンニュートラルというのが宣言されたわけでございます。そして今私自身もですね、安全性を高めた原子力発電所、特に欧米では今非常に活発に研究開発と、それから実際の建設向けた活動が活発になっておりますが、小型モジュール、SMR と呼ばれる、こういった新しい新世代のですね、革新的な安全性を高めた原子力発電所のいろいろな開発が活発化しております。去年12月にですね、国際原子力機関IAEA に訪問しまして、その IAEA で世界各国の SMR の活動、それに向けた規格だとか標準化、そしていろいろな建設工法ですね、これは我が国が持っている優秀なその産業界が持っている技術、例えば免震技術だとか、あるいはその造船の船の構造を使った原子炉建屋、そして万一の時に事故の時に放射性物質を外に出さない仕組み、フィルター弁と、そして放射性物質を吸着する技術、こういったものをですね、我が国が世界に向けて、技術を提供するということで、私自身もですね、GX エナジーという会社を設立いたしました。これを、現在東京工業大学の、東工大発ベンチャーという形で今申請をしておりまして、今東工大で行われている GXI グリーントランスフォーエネルギートランスフォーメーションイニシアチブ、これの活動の一環として頑張っていきたいというふうに思います。2050年に向けてですね、エネルギーは新しい時代に入ります。そして特に大事なのはですね、例えば燃料電池車が開発されました。でところがその燃料電池車の燃料になる水素、これをボンベに700気圧の高圧で充填しますと、そのボンベに充填するだけで電気自動車が200キロ走れるようなエネルギーを必要としてしまいます。こういうことはですね、このいろいろな新しい技術を開発する上で、これは目利きと言いますけども、将来その新しい技術が社会に普及した時に何がネックになるかということをですね、あらかじめ開発段階、最初の段階で
見極めなきゃいけないというふうに思います。新しいそのいろいろな GX に関する技術開発に、これから国家のお金が大変なその投資が行われるわけでございますけれども、将来それが我が国にとって大きなですね、投資に対するリターンを得るために、こういった技術の見極めというものもまた必要だというふうに思います。その水素ですけども、例えば水素からメタノールを合成する技術が新しい触媒も開発されてできてきています。例えばこのメタノールの燃料電池というのがございまして、水素をメタノールに変えて液体の燃料で燃料電池を動かすということが可能になりますと、先ほどのそのボンベの充填のエネルギーロスというのが解決されます。そういうことで何がその技術開発に必要なのかということを総合的に広い視野から見ていくということが必要だというふうに思います。私も国家表問研究所の理事、そして企画委員としてですね、こういった新しい技術をいかに世の中に普及していくか、国権のエネルギー問題をですね、解決する上での活動というものを活発に進めていきたいというふうに思います。以上でございます。よろしくお願いいたします。